大陸2本目。はい、大好きも高くライン意識しながら縦に入っていくことな。あ、縦じゃない、ごめん、板の角度。はい、大好き2本目。おい、ビビりすぎや。ビビりすぎやで。体引けてしまってずらすっていうのは引けてしまうことじゃないからな。はい、シュータ、いいよシュータ。ちょっとなボコボコしてるからな、気をつけてな。1本目やろ。はい、シュータ2本目。はい、でもね、少しね、割れてたりとか、ボコボコしてるから、2本目。安心よ。ちょっとね、ボコボコしてるから気をつけてね。はい、2本目。あー、低い。あぶね。お願いします。はい、ジュンナもな、ちょっとボコボコしてるから気をつけてね。はい。あー、2本待つ。2本目。はい、桶谷さんもうちょっと気をつけて、滑ってください。ちょっとボコボコしてるんでね。はい、美月、左足外側のお尻だよな。ゲートの横でしっかりタイミング合わせてね。はい、桶谷さん、こうやって頭内側に入れちゃダメですよ。頭入れない。だぞ、切り替えのところでの動きだよ。ちょっとでも入ってしまったらダメなんだぞ。はい、みつき2本目。そうで、ターンの前半からするんじゃなくて、ゲートの横でしっかり合わせるっていうイメージだぞ。いいかそうだからね、そう。はい、どうしたいよ。そう、こういうイメージなんだけど、そのを作るためにしっかりね、ラインをね、高いとこ入るんですよ。はい、どうした。はい、ゆうな、しっかり削る。ちょっとね、ボコボコしてるから、難しいかもしれないけど、一生懸命ね、意識してね、高いラインからね。はい。どうした、外足遠いな。スピードのトップ動かすイメージだ。あいうな。2本目。ケイスケです、お願いします。はい、ケイスケ、板横向けすぎだぞ。板横向けすぎ、いいか。ちょっと荒れてるから怖いかもしれないけど、前半はずらしていいからね。とにかく板の方向ね、縦で高いラインで滑ることな。はい。ケイスケ。はい、ケイスケ、先に体重乗せてしまったらダメだぞ。しっかり足場作ってあげて。はい。高い色いいか。まず、高いラインで滑ること。ね、しっかりここができないと、スキー乗れてこないからね。はい、いちかです。お願いします。はい、いちか、急斜面はちょっとボコボコしてるから、やりにくいからね、ある程度押さえてあげて。ただ、さっきのね、感じでよかったよ。ああいうラインを通るように意識してね。はい、いちか。はい、アンナもね、ちょっと急斜面ボコボコしてるから、無理してね、スピード出さなくていいからね。で、その中でも、さっきね、やったライン取りだけちょっと意識していくことね。それだけでしっかり外突き乗れてくるから。はい。はい、アンナ。よし、そう、アンナいい感じだよ。そう、それでいい。板のゲートの上で、ここをピュッて変えてあげるような意識でな。そう。はい、ジュンナー3本目。体の向きが内に入ってきちゃうと板と離れちゃう。はい、シュータもな、ターザンに体とスキー離さないように、離しすぎるとね、ゲートの上で3本目。ちょっと2本目か。ちょっともっとラインで高くだぞ。もっとラインで高く作れ。大輔です。お願いします。大輔、板振ってる、ずらしてるだけだぞ。それじゃあ。しっかり。はい、大輔、3本目。たわみ全然できてないぞ。はい、りくいいか、大事なのはゲートの上でいいか、スペースしっかり作って、たわみだ。はい、りく3本目。そう、上でしっかり作る。まだこれまっすぐいっちゃうかな。はいね、やばいとね、ラインが遅れてってや。3本目。いや。日本松です。お願いします。はい、日本松、いいか、もっとね、高いところ入らないとな、ダメだぞ。はい、二本松3本目。しっかり上でカーブ作ってから行くよ。はい、桶谷さん、もっと上でしっかりターン作ってから入るように。はい、桶谷さん。次につきです。お願いします。はい、美月、いいか、左足が外くん時の骨盤な。ただそれね、前半から抑えるってイメージじゃないよ。前半はしっかり板を動かすこと。で、ゲートの横でしっかりと決めること。OK？ はい。はい、美月。グリーンです。お願いします。はい、リンカ、さっきね、のイメージでいいよ。ね、体が入らないように。ただね、ラインがまだまっすぐだよ。もっとしっかりと、高いラインと、外で溜めてから内に入ってくるようなね、ラインをしっかり作ること。OK？ はい。リンカ。次、ゆなです。お願いします。はい、ゆな、いいか。ゲートの上でしっかり削るようなイメージだぞ。まだちょっと弱いからね。少しバー荒れてるけど、意識していってね。はい。あ、言うな。おい。はい、としちゃん、3本目。しっかり向ける、そう。腰から向ける、そう。はい。OK。圭介です。お願いします。はい、圭介。角度できる、体重乗せる。ちょっと引けちゃってるな、ポジション。はい、高いラインな、高いライン。ゲートに対して高さをしっかり出してあげることね。はい、高い色。うん。動きはだいぶ良くなってきてるけどね。はい、シューター。絶対体からいかなかったな。そう、キュウリの大輔。お、ちょっと早いよ。ここでゲート、カーブ作ってからアタックしない。目つきもちょっとラインはなあかんね。立ってそうつま先の方向を変える。お、いいじゃんいいじゃん。え、逆ちゃう？おい。そう。あるるる。そう。大丈夫か。はい、つま先の方向な、ここでピッてから、よーし、ちょっとね、まだまだ弱いよ。もう少し強く書いてあげろ。そう、はい、気をつけ。決意の頃。うお。帰ろう。これ帰る。ここで帰る。帰る前に体重乗せちゃダメ。変えてから体重乗せる。はい、順な2本目。あ、頭だな。高木さん。そう。リンです、お願いします。はい、リンカもね、まず板が帰ってきたときに一緒に回ってきちゃダメだからな。はい、リンカ。もっとスペース作っていいかな。はい、トシちゃん。こうよし、圭介です、お願いします。はい、圭介いいよ。はい、圭介。アンナです、お願いします。はい、アンナ、さっきのラインをまず意識してスキーに対してしっかり乗れてくるように意識してスプローよっ。お願いします。はい、いちか、さっきのライン取り良かったかな。あのラインでしっかりとスキーに対して体重を乗せてこれるように意識してね。よっ。そう。次、山です。お願いします。高いところで方向をしっかり変えてあげるな。方向を変えてあげて。はい、ゆうなもね、さっき言った高いところに抜け出す、ここをしっかり意識してね。はい、ゆうな。よし、ゆうな、さっきより全然いいよ。はい、高い量いいよ。高い量もね、ないんだよ。縦に落ちていけるようなラインをね、しっかり作るようにね。はい、高い量。はい、りくもね、かなりね、余分に高いところかっていう意識でね、いいからね。男性、ゲートの上でね、力かけて解放しながらアタックするぐらいのイメージでね。はい、リク。そう。次、リクです。お願いします。これぐらい高くね、イメージするんだよ。はい、みつきもな、ライン取りだぞ、大事なのは、意識して。みつき。そうや。それぐらい高く作ったら、早く仕掛ける。高く作ったら早くね、早くっていうのはしっかりと体重をね、柔らかくなせる早く。そう、おっしゃー、板立て向いていったじゃん。よし、見守ってよ、見守って。そう大輔。はい、もっともっともっとだよ。きな。ミルクです。泥だらけじゃん。ラストです。そうです。オッケー。うん。ということです。お願いします。はい、高弘。ラスト。よし、今度はこのエッジングをしっかりきつくしていくっていうのをやっていかないかな。こっち見とった今。またしたん。ラスト。上はいいけど下では、そう。絶対に下でこの。よし。お、そうそう、トッションいいじゃん。早んだ。いいか。高いラインで外スキー乗ってくれるように。はい、ラストね。はい。いちかです。お願いします。はい、いちか、足の方向をピュッて変えるときに、いいか、足だけ動かすんだよ。上半身もね、内側に行かないようにだけ注意して。はい。はい、いちか。よし、そう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 。ああ、いいね。ラインが良くなったよ。はい、リンカもね、ライン取りしっかり意識してね、ゲート過ぎたら、テールが外に行かないようにね、腰回っていかないように注意するんだよ。はい。リンカ。そう。ああ。よろしくです。お願いします。はい、大輔、かなり丁寧に、自分の中でね、イメージ、スピード落としてでもいいから、意識していくんだよ。はい。はい、大輔。ライン取り意識です。そう。よし。よし、こっちの赤の方いいよ。そう。そう。お願いします。ちょっと体からまだ入るけどな。はい、ゆな。よし、いい、オッケーだよ。はい、もっとここで体の動きを出していけるようにね。うん、オッケー。はい、ジュナー、ラスト。はい、圭介、ラスト1本。はい、圭介もね、ラインだぞ。そう。次、ゆなです。お願いします。はい、ゆなもな、高い位置から狙うことを意識するんだぞ。はい。はい、2本持つ。ああ。ほら、高さの長さ。はい、みつき、ラストな、ラスト。高さだぞ。しっかり出していけよ。はい。はい、みつき。ちょっと外ですか？はい、陸です。はい、陸。陸ラストな、ラスト。ラストです。そう。はい、シュート。ラスト。おお。ちょっと内側にこう下げ入りすぎちゃうのかな。まあまあ。